前かかってくれ。そしてパワーアップしました。その名も乳洗剤革命2。そのパワーを早速ご覧。食器、はい、もうそれをですね一切こすらずにつけるだけで剥がします。なるほど。まず洗剤を入れます。洗剤革命2です。はい、はい、そしてもうミートソースとかカレーのお皿ですね。はい、これをつけます。最もあの主婦が嫌がるねお皿ですよこれはね。じゃあ次ですね、あのこのカレーを作った鍋ですね、はい、こちらの方もですねあのつけるだけで一切こすらずに落とします。じゃあ洗剤を入れます。温度が高い方が早く落ちます。はい、ちょっとこれはお湯ですね、はい、ぬるま湯ぐらいですか。そう、ちょっと今日は厚めのお湯を使ってます。はい、ベタベタ油と換気扇、もう触りたくない換気扇ですね。イエー、はい、で最後にですねこのシンクのですねゴミ受けの部分ですね、うん、そしてつけます。はい、じゃあこれはですねちょっと置いといてください、はい、その間にですねあのこの時計をこすらずにきれいにするというシーンを見せます、うん、洗剤をちょっと入れます。そしてぬるま湯をだーっと入れます。はい、防水の時計はね全部つけたかまわないんですけ ど、あの防水じゃない時計の場合にはベルトだけお願いします。うーん、ちょっと振るわけですね。はい、あなんとなくうわー、なんか黒いものが黒っぽくなってきた。結構出てきましたね。すごいですね。すごい黒くなってきましたよ、はい、で、すすぎは簡単です。お水の方にサササササと、これですすぎ完了なんです。これだけ。はい、あ、まだまだ残ってますね。輝きを見てもらいたいですね。本当だ、ピカピカ合いますね。そうなんですよ、生まれ変わっちゃったね。本当だ。そしてさらにですね今日はあの油性のマジックを、はい、あのこのビーカーの内側に書かせていただいて、うん、油性剤革命のこのちょっと入れます、はい、ちょっと入れる、はい、そしてぬるま湯をダーッと入れます。はあ、さあどういうようになるのかはちょっと見てください。油性マジック、あららちょっともうすでに、あらすでに剥がれていってるよ。このペロペロって今酸素が発生します。本当だ。混ぜるとさらに発生します。うわ、デロンと剥がれてる。ここがポイントなんです ね。うわ。今までの洗剤というのは分解して汚れを落としてたんですけど、酸素の力で汚れを剥がすっていうのが特徴になってますんで、こすってないんですよ。壁って結構汚れてるんですよね。タバコのヤニとかで。どうぞ。うわうわうわ。かけたそこからもう汚れが流れ落ちてる。ここです。もうこれも汚れが剥がれ落ちるんで、どん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 剥がれてきますんで。本当に白くなってますよ。そうなんです。すごいね。ですから。こすってないんですよね。そうですね。専用スプレーに入れてもらいます。いろんなところに使います。台所周りもそうですし、リビングなんかもそうですよね。あとガラス、あとはトイレの便器なんかもできますんで、いろんなところの場面で活躍できると思いますんで、ぜひやってください。先ほどつけた食器、はい、どうなるかを見てください。ダーッと流します。うわすごいね。これが塗ってないねんよ。洗剤つけてスポンジでゴシゴシやってるわけじゃないのにね。ゴシゴシしてないのに。そうなんです、ね、流しただけ。これもすごい油汚れでしたよ、ね。これね、僕今まで鍋はあまり洗わなかったんでね、あまり鍋を洗う人の気持ちが分からなかったんですけど、いろいろ聞くと結構大変だということを知りまして。大変なんですよ。うわ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 、これも、はい、カレーですからね、これね、こっちはカレーの油ってしつこいよ。そうですよ。このピカピカ感を見てもらいたいんですね。よく傷ついてますよね、うん、それはなぜかというと一生懸命みんな汚れ落とそうと思ってゴシ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 で落ちるけど傷もつくという、これがですねあの傷がついた後っていうのは汚れがつきやすくなるんで、要は洗剤、うちの洗剤使ってもらいますとこすらないですから新品同様の状態で長持ちするというのが一番の特徴になってます。そういうことですよね。こすったら傷の隙間にまた汚れとか雑菌が入るからね。ですから綺麗な状態で長持ちができるというのが特徴です。うわ、換気扇のこのファン、そう、大変きます。嘘、ね、皆さんね、あの本当かって一番思うポイントだと思うんですけど、本当です。ですから焼き魚だとかそういうものなんかもね、グリルなんかもねつけていただければ綺麗に剥がれますので、どんどんぜひやっていただきたいです。さあ行きます。どうぞ。じゃーん。うわそして裏側もじゃーんと。
あの乳洗剤革命2になりまして、特に除菌効果が高くなったんですね、うん、ですからあのまな板だとかですね、あの赤ちゃんのこういう哺乳瓶だとか、うん、おもちゃだとかありますよね、うん、それをですね40度のお湯で20分つけてください。これもともと医療用具の洗浄剤の技術を応用して作ってますんで、はい、塩素だとか酸だとか発泡剤だとか香料だとか防腐剤だとか、そういうね良くないものは一切使ってないんです。だから赤ちゃんがこういうのも大丈夫なんですね。そうなんです。こちらのスプレーボトルもお付けいたしまして、税込み価格 1kg 入ってます。8880円になります。ぜひ1回使ってください。使えば必ず分かります。お願いします。もう全てはこれ1本で大丈夫ということですから。そして乳洗剤革命2は店頭で販売してません。これはテレビショッピングでしか買えませんので、ぜひご注文ください。お願いいたします。はい。常識を覆す多目的高機能洗剤、乳洗剤革命2。家中の汚れをどんどん落とします。 1kg 入り税込8880円です。なおこちらの商品、本日午後1時までにご注文いただければ明日のお届けが可能です。詳しくはご注文時受付オペレーターにご確認ください。それではね、今日の商品をも